さすがちょっと残り数回ということで、そう難しいのが。ラスボス感あるじゃないですか、これ。ラスボス感これは。Hey, what's good, your boy? S to the H. Oh, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, this is Amayuki, baby! はい。はい、ということで、うん、今回でですね、うん、文法が残り2回と、あら、なってしまいました。ピエン！ピエンですね。うん。はい。ちょっとまあ、ピエンで、名残惜しい気持ちもありますが、はい。まあ、いずれにしてもちょっと進んでいかなきゃいけないと。そうですね。はい。今日もしっかりやっていきたいと思います。はい。前進しなければなりません。前進しましょう。はい。じゃあ、画面共有します。はい、お願いします。はい。で、今日扱う曲なんですけれども、ノーネームの Song 33というこちらの曲になります。ノーネーム。はい、ノーネームですね。これもう結構記憶に新しいですけれども、うん、6月だったかな、6月に、うん、ブラックライブズマターに関する、うん、まあ、ツイートでこうノーネームがこう言ったことに対して、まあ、J. コールがそれに反応して、でそれに対してこうノーネームがそこにアンサーを出してっていう、そのアンサーを出したこの曲っていうのが、こちらになります。まあ、ちょっとね、その一件については多分ここで話し始めると結構長くなってしまうかと思うので、うん、僕のブログの方にも自分なりの考えみたいなのを書いてるんで、そちらからぜひチェックしてみてください。そうですね。ちょっと心情的には J コール肩入れしちゃう。まあそうです、うん、僕とか結構そんな感じです。まあでもそう、5年もやっぱこう、すごい素晴らしい曲を出してたんで、そこをちゃんとこう、扱っていきたいなと思うんですけれども、ちょっと今回ね、はい、伝えたいことがこう、2つあるので、あえて一文ちょっと変えてます。本来の文、一旦この例文読んでいきますけれども、Little did I know all my reading would bother you というふうな、こういうふうな例文になっています。元の文は確かね、これ、would be a bother。みたいな感じだったんです。だったんですけれども、まあ、ちょっと今日、2つ扱いたい事項があるので、一旦一部改編してお届けしたいと思います。はい。はい。でね、今回のテーマも、あれなんですよ。否定。否定。でも、はい。見ていただくと分かる通り、また、単語はないですね。ないじゃないですか。not とか。そう、not がないですね。not もないし、はい、前回扱った barely とか hardly とか、うん、そういうのもないですね。なんで、じゃあこれどういうことなのかなっていうことで、ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、今回ね、ポイントとなる単語はこれです。little。little。うん。これ例えば、そう。今、ちょっとやってもらったと思うんですけども、little ってこのニュアンスです。うん。なんだけれども、これがね、肯定的に使われる場合と否定的に使われる場合があるということをちょっと最初にお伝えしたいと思います。あ、little。あ、やったわ、それ。ね。と、little っていうのはちょっと違うんです。うん。あ、little で言うと、まあ、ちょっとあるっていうの、この。うん。あるっていうことに、こう、重点を置いた、あ、ちょっとこれあるよみたいな感じ。なしで、リトルっていうのは、同じくその、量的に少ない、小さいっていうことは変わらないんだけれども、これが使われるときっていうのは、ほとんどないっていうふうに、否定的なニュアンスで使うことの方が多い。うん。ですね。これが、a little と little の、ニュアンスの違いということになります。うん、同じような例として、こういうのもありますね。a few っていうのと、you。A few people って言ったら、まあ、何人か、少ないけれども何人かの人たちが何々したみたいな感じで、こう、肯定的なニュアンスで使うんですけれども、それに対して、この、あがつかない few の場合は、ほとんどそういうことをする人はいなかったみたいな感じで、否定的なニュアンスで使う。どっちも少ないんですよ。どっちも少ないけれども、まあ、こういうあがつくかつかないかで、ニュアンスの違いが生まれるということです。で、これがまあ、加算名詞、数えられる名詞の前にはこういうのが使われるんですけれども、まあ、そうじゃない時っていうのは、こいつが使う。little, a little という感じになります。で、まあ、ちょっと、ただ、今回使われている little っていうのは、これともちょっと、ニュアンスとしてはこれに近いんだけれども、これってさ、例えば、a little water
ちょっとの水みたいな感じで、こう、要はその名詞を修飾するから形容詞ですよね。はいはい。そう。なのに対して、こっちは副詞として使われてます。ほとんど何々しないみたいな感じ。まあ、barely とかと結構似てるかもしれない。意味としては。で、もう一つね、これ、見ていただくと分かると思うんですけど、なんか、形おかしくないですか ?little did I know. こんな、なんか、疑問文でもないのに、did が最初に来た後に I が来て、no があってて、なんかおかしくないですか変です、先生。そう。なんか、見慣れないですよ。うん、で、これが、実はね、これ、もう一つ扱いたい事項があって、統治っていうのもある。統治。はい。統治。で、英語の文においてはなんですけれども、否定的なニュアンスの語っていうのを極力こう前に出すっていう性質があるんですよ。ルールとして。なんで、はい、これも、まあ、ほとんど、知らなかった。だから、まあ、言い換えるならば、I knew little みたいな感じになるんですよ、これ。little did I know って。あ、私は知っていた。ほとんど知らなかった。まあ、I knew little とか、I little knew とか、そんな感じになるのかな。もう、この形で見ることっていうのは多分ほとんどないと思います。見るとしたらこの形。little did I know。ほとんど私は知らなかった、みたいな感じで言うときに、この little っていうのが最初に出てきた後に、統治が起こって、だから、この動詞も分解されます。no の過去形 new っていうのが did と no に分解されて、で、その後に、その間にこう I が挟まれるような感じ。うん。なんでって言われても、これはね、覚えるしかないです。little did I know。これは結構理解に苦しむね。なんでこんな始めたか。同じような例として、例えば、I have never なんだろう、なんとかっていうのも、こういうふうに、I have never、I have never seen 何々で、私は何々見たことがないみたいな感じの意味になるじゃないですか。うん、これもこういうふうに言うことができます。Never have I seen なんとか。で、残念ながらこれはもうこういうもんだっていうふうに覚えるしかないかなという。うんうんうん、これも、ほとんど知らなかったっていうのを表すのに、little を最初に持ってきて、did I know この語順になりますということになります。うん、で、何を知らなかったんですかっていうのが、まあ、この後ざっと説があるというふうに考えていただければと思うんですけれども、この内容ですね。All my reading would bother you。はい。まあ、これは、ね、こういうふうな意味になるんですけれども、All my reading、まあ、私のこう読んでいること、読書をしていることみたいな感じですかね。would bother。bother っていうのが、これなんか悩ませるとか、イライラさせる、イラつかせるみたいな感じの意味なんで、私の読んでいること、読書していることっていうのが would bother you。あなたをイラ立たせるなんて、まあほとんど知らなかった。思いもよらなかった。うん、そんなことを言ってるという感じですね。これJ. コールのそういうリリックをこうなんか受けての返答みたいな感じなんですけれども。で、これもちょっとなんかよく考えるとなんかよくわかんないっていうか、不思議じゃないですか。だってこう、この中で、じゃあ主語ってどこですかっていうと、主語って何ですかこれ。All my reading would bother you. All my reading. そう、うん。そうなんですよ。で、これが V で、で、これが目的語じゃないですか。うん、っていうのを考えたときに、まあ、そうだな、ざっと説の中からこれ、ダッシュをつけましょうか。はい。で、これが O。なんですけど、主語はこれ人じゃない。うん。人でも動物でも何でもないみたいな感じ。読んでいることが、みたいな感じでいいでしょ。で、これ、ちょっと、今回扱いたかったやつなんですけども、無生物主語っていうふうな言い方をします。はい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 。英語らしい表現としてよくなんかこう出てくるんですけれども、何々していることが人を何々させるみたいな感じ。うん。まあ、そういうふうにこうなんか、人じゃないものがこう主語に来るっていうことも、まあ、
まあ、日本語でも別にあるんですけど、うん、英語だと特にこういう表現が結構よく出てくると。うん、で、まあ、これ人によっては、その目的語がこれ人じゃないですか、you っていう意味の、あなた、うん。こっちの方を意味上の主語として捉えると、日本語らしく訳せますよ、みたいなことを言う人もいます。あなたが、私が、私の読書によって、あなたが、なんか、苛立つとか。ほう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 。みたいな、こう、訳し方をするといいよっていうふうに言う先生もいるんですけど、まあ僕は別に結構どっちでもいいかなと思ってて。うん。私の読書習慣があなたを悩ませる。イライラさせる。うん。それも全然、なんか、僕としてはなんかそんな不自然な表現じゃないかなというふうに思う。うん。うん。まあ好きな方でやってもらいたいと思うんですけど、まあいずれにしてもこういう、無生物主語で、こういう風な表現は成り立つこともありますよということで、押さえていただければと思います。はい。はい。なんで、ちょっと今回のまとめに入っていくと、まあ、リトル、こういう、否定的なニュアンスが入っているものが、こう、使われるときっていうのは、しばしば倒置が起こります。うん、この場合は、little did I know。で、これ、まあ、あえて言い換えるならば、I knew little とか、I little knew みたいな感じになるんですけれども、この形で目にすることはまず多分ないと思います。little did I know。これで、まあ、私はほとんど知らなかった、知る由もなかった、みたいな感じで言っていて、じゃあ何を知る由もなかったのかっていうと、all my reading。私の、まあ、読んでいること、まあ、読書っていうのが、would bother you。あなたを苛立たせるとは、というふうな感じになります。うん。あ、そうだ、一個だけもう一個言っとくと、まあ、はい、did が使われて、まあ、この文全体はこれ、あれですよね。過去形の文ですよね。うん。過去形なんで、だから、ここの V のところでも、これ、will じゃなくて would。ああ、なるほど。この時から見た、形になってるんで、過去形の助動詞 would が使われてますよ、と。時制の位置ってやつですね。うん。まあ、そこもちょっと押さえておいていただければというふうに思います。はい。はい。じゃあ、最後、こちら、repeat after me で終わりにしたいと思います。Little did I know. Little did I know. All my reading. All my reading. Would bother you. Would bother you. Little did I know all my reading would bother you. Little did I know all my reading would bother you. はい。よくできました。うん。さすが、ちょっと、残り数回ということで。そう。難しいのが。ラスボス感あるじゃないですか、これ。ラスボス感ある。これは。まあ、本当に文法の、いろんな分野の中でも、多分ここが一番こう複雑というか、な部分だと思うので、これ一回で見てこう分かんなかったとしても別に落ち込む必要はありません。はい。今回がこう見て復習したりとかして、で、もしどうしても分かんなかったらまた質問いただければ、そこに特化したような動画を作るのも全然ありかなと思っているので、はい、分からないところはお気軽にご質問いただければと思います。お願いします。はい。はい。ということで、今回扱った曲も、この概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。皆さんぜひチャンネル登録、あと、通知が来るように、はい、ボタンを押しておいてください。あと、ぜひ、今回の曲に絡めた、ショータズブログも。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。ではまたお会いしましょう。はい。Peace!